はいえー、皆さんこんにちは DZH フィナンシャルサー,ーチの和田ですただいま4月の8日月曜日ですね午後の1時51分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います 先週末すですけれども、注目のアメリカの雇用統計、こちらが発表となりました、こちら、かなり強い数値という形になりまして、ドレンですね、まあ、東京時間午前中に下サイドはストップロスで一旦ポジション調整が終わっていたというようなこともありまして、かなり素直な形でですねドル買いで反応という形となっています。まあ、ただ、このところの、ですねこのもうかれこれ、3週間ほど続いてます15、150円台後半のこのレンジのですね上抜けるにはできなかったと、こんな形となりました。 え、そして今日の特集ですけれども、今日もですね。アメリカの金利が上昇していることもありまして、かなり底堅い点がついてますけれども。まだまだですね。レンジ上抜けには至っていないと、こんな形となっています。まあ、そこら辺の細かい値動き、少し、ね、い、で詳しく見ていきましょう。 はい、えー、こちら見てもらってますのが先週末一日としてのですね、えー、5分チャートになっています。先週末は東京時間からですね、一旦は下がったポジション調整の売りまたは日経平均の大幅な下落とも手伝いまして、下サイドを試す動きですね、という形になりました。151円ちょうどをですね、下抜けますと目先のストップロスを,を巻き込むような形で下げ足を入りました。150円の81ナスデまで値下げています。まあただその後は実の回答も入る中で151円台すぐさま回復してですね、じりじり とままたた下値を切りり上げていいくという形となりました欧州時間入りましても戻り高値を試す展開151円の45まで買い戻しが入ってそしてアメリカの直近利の直前には151円の28まで下押しをして雇用統計を迎えるという形となったわけです。 そして雇用統計、もう皆さんご存知のように、3月のアメリカの雇用統計、非農業部門雇用者数が20万人の予想のところがなんと30.3万人と、かなり強い数字となりました。アメリカの失業率も3.9%の予想のところが3.8%と予想よりも良い数字、そして平均時給に関しましては4.1%と、こちらは予想通りだったんですけれども、依然として高い水準がついているというところです。まあ、こちらを受けけましてアメリカの長期金利ななんんですけれどもなんとととベースというです、ね、急上昇と という形になりますと一気にドル円も151円の75の高値まで値上げますその後は151円44まで下押す場面がありましたけれども下押しも限定的終わりますと151円60を挟んだもみ合いで週末の取引を終えるという形となりましたそして今日の東京市場ですが見てくださいこちらです非常に素堅い展開です今日も朝方からですね日経平均が大幅な上昇1時625円高まで値を上げたんですね そしてアメリカの長期金利も再びですねアジア時間に入りまして今2ベースを超える上昇4.4237%という形となっていましてこちらもですね先週末4.40ですね36%まで上昇したんですけれどもそれよりもまた高値を更新してあげているとこんな状況です金利の上昇とともにドル円もですね買い戻しが済みました先週末の高値151円75を上抜けてそして4日の高値151円77 上抜けまして一時151円の81まで値を上げるという形その後の下押しも151円69までと極めて浅い下押しにとどまりますと、えー、5番になってもですねまた再び午後も150円今も7879と高根県に張り付いているような状況となっています。こちららののです、ね、のですすねねチャート方か 目先のです、ね、ポイントを探ることができます昨日の先週末の高値、1円の75からの下押しレベル、1円の44、そして昨のの入浴時間の安値、ね、こちら、雇用統計の前、直前の安値になりますけれども、こちら151円の28ですね、ここがチャート上ではです、ね、非常に重要なサポートレベルということが分かります。東のチャートでも確認しましまょう 東のチャートもですね、このかれこれ3週間ほどずっとレンジがついているわけですけれども、まず下サイドをですね、先ほど確認し、5分チャートで確認しました、先週、まず高値からの下押しが44、そして1目の転換線が来ています、151円の39ですね、そして入浴時間の安値が151円の28と、いずれにしましても1円台前半が非常にサポートレベルになっているということがわかりますね。そして上サイドですけれども、こちら非常にわかりやすいです。 すでに3日の高値ですね、三日の高値151円の9五や、3月27日の年収の高値151円の97、ここを抜けるかどうか、このちょ少し上の152円ちょうどにですね非常に設定されているといわれています、オプション絡みのストップロスをつけに行くことができるのかどうか、こういったところ、非常にですねもう非常にあと20銭足らずのレベルですけれども、かなり神経質な展開がまだまだ続きそうな状況だというところです。 先週はですねローガン・ダラス・連携総裁、こちらの発言も聞かれているんですけれども、利下げを考えるというのには、まだまだ早すぎると、そしてインフレの上振れリスクが高まってきているというようなです、ね、発言を聞かれています。またボーマン FRB 理事からはは利下げを検討する時期ではないと 可能性は低いけれども、利上げの追加の利上げを検討する可能性もです、ね、出てきているとこんなです、ね、かなり強気、多角的な発言が見ら,れ見られています。米国ではで、ね、CME のフェドウォッチを見ますと6月の利下げの確率というのが既ですで、ね、に先週末の雇用統計を受けて50%を割り込んできているんですね。ですから、もうかなり据え置きに近づいてきてしまっているとこんなです、ね、状況となりましてやはり利下げ開始の ですねかなりの大幅な後ずれ観測というのが相当出てきてしまっているというのがですね先週末からの動きというところになっていますはい、えー、それではユーロドルのを確認しましょうユーロの5分チャートがこちらですユーロはですね行ってこいというような状況になりました1.0848まで買われた後 アメリカの強い雇用統計を受けまして1.0791まで値を下げたんですが、昨日は先週末はダウ平均が一時440ドル高となるなど、株価がです、ね、かなり上昇しました。こちらを受けましてリスクオン的な買い戻しから1.0833まで買い戻しが入ると、こんな状況になっています。そして今日の東京市場は、レンジ相場ですね、安値が1.0823、高値が1.0844にとどまっています。こちらもしのチャートで確認しましょう。 ユーロに関しましてはですね非常に上ヒゲとですね下ヒゲを伸ばしたような形がついています。木曜日にはあかなり長い上ヒゲをつけて戻って戻り売りに押されたと。 そして金曜日にはかなり長い下ひげをつけて結局行ってこいで終わったというのです、ね、状況になっていまして目先上下のポイントは作ってしまったとこんな状況なんですねですからやはりチャート的なところをやはりかなり意識しなければいけませんけれども戻ったところがやはり200日で金船に戻ってきてしまっているとこんな状況ですねですから今週も引き続き200日本日では1.0833日していましてここよりも上なのか下なのか非常にポイントになると,ということになりそうです一目の の雲の加減ですけれども1.0818ですねまた下回ってくることになるのかどうかまあ、こういったところアメリカの金利動向次第ですけれども非常にポイントになってくるというところでしょう実は本日はですね、えー、目立った実はですね大きな動きはありませんちょっとですね雇用,雇用統計語ということもありますので経済指標的な非常にですね少なくなっています経済指標のですねところを見てみましょう はい、えー、こちら、見てもらってますけれども、ですねえー、やはり。4時に2月のトルコ,トルコの航空業生産、6時にストゥルナラス。ギリシャ中銀総裁の講演、翌12時半にブリーデン、B ・ BOE 副総裁の講演が予定されての,のみという形になっています。ただ、今週は、ですね、実はこの後が非常に重要なんですね。十日の十、えー、日がですね。三月、アメリカの CPI、11日がアメリカの PPI と。 かなななりり重要なインフレ指標が出ることになりますそして同時に9日には、明日9日にはアメリカの3年債の入札、10日は CPI に続きまし、えっと,と,と同時にですねその後に10年債の入札、11日には30年債の入札もです、ね、続いて行われるというところで、ちょっとですねアメリカの金利動向、鼻むくみかなというところだと思うんですね。で、アメリカのですね金利の利下げの後ずれ観測というのは非常に高まってきている状況、そして中,中立金利がかなりですねこういった景気が、 強い状況が続く中で、中立金利が相当高くなっているんじゃないかといったような憶測が高まる中で、非常にですね長期金利の高止まりか、または水準訂正の動きが出る可能性もあるというところで、非常にですねやはりアメリカの CPI 次第ではありますけれども、経営神経質な展開ですね、予想されるというところでしょう。まあ、こういったことをですねやはり大きな動きが出る可能性があるというところを、今週はやはりですね念頭に置きながらポジションの管理、注意をして見ていくということになりそうです。 それでは今日の解説をお願いいたします。